だし巻き作るのすっごい下手なんですよ。なのでそこだけ許してください。はい、こんにちは。雨にも負けず風にも負けず、よしこでございます。今日僕がやっていくのはだし巻き卵なんですけれども、このだし巻き卵に納豆と大葉入れて納豆だし巻き卵を作っていきます。作る際なんですけれども、納豆と卵ってよく卵かけご飯とかで使うじゃないですか。でもあれってあんまり組み合わせ良くないって言うらしいんですね。なんかビオチンがアビジンにやられるみたいな感じの、ちょっと僕もなんかね、専門用語まではよくわからないですけど、まあそういう風になってるみたいで、言ってしまえば納豆に含まれる栄養素を阻害してしまうっていうことらしいんですよ。ただそれは生で食べた状態の話であって、これはね、加熱してしまえば別に一緒にしても大丈夫だよっていうことらしいです。ということで、卵かけご飯はちょっとあれですけれども、この2つを一緒に合わせて食べていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、僕のチャンネルでは基本的にはダイエット料理などを発信しておりますので、参考になった方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。あとはツイッターのフォローとインスタのフォローもよろしくお願いします。ではやっていきます。そのまま丸めて千切りしていきます。で、これをね、卵の中にも混ぜていくと美味しいんじゃないかなと思って、まあ香りが入ればいいです。 OK です。1個は全卵で、あとの2個は卵白だけを使います。こんな感じで OK です。まず卵白の方を入れといて、 60g ぐらい入ってますね。で、次全卵、OK。じゃあこの中に白だしを少し入れましょう。大さじ2分の1ぐらい入れます。大葉も入れといて、納豆で、納豆もそのままガボッと入れちゃいましょう。大さじ1杯ぐらい水入れときます。さっきだしを入れたので濃くなりすぎるんで、これを入れといて、で、塩少々だけ。はい、 OK です。ではこれを焼いていきましょう。オリーブの方で、ごま油だとちょっとごま油の風味が強すぎると思うので、まだそこまで風味が強くないオリーブの方を使います。入れていきます。まず半分ぐらい入れます。僕、だし巻き作るのすっごい下手なんですよ。なのでそこだけ許してください。ほんま苦手なんです。で、ぼちぼちひっくり返しておきます。ほんま苦手。あー、崩れる。まあなんとかこっち側いけました。じゃあもう少し入れといて、これこっちの方がいいな。僕はもうこっちでいきます。こっちの方ができるわ。無理にできないことやらない方がいいですよね。お、最後いきます。崩れた、崩れた、最悪や。大丈夫、後で修正効かす。じゃあこれを一回ラップに巻いて形整えます。ちょっとしばらく置いておきます。はい、では食べていきます。
はい、ではお上がりなさい。いただきます。では食べていきます。はあ、美味しそう。ちなみにこれ大根おろし作りました、さっき。ではいただきます。うん、めちゃめちゃ美味しい。これ大葉入れたからか、なんじゃこれ、めっちゃ美味しい。で、納豆の味もすごいしっかりしてる。これも、うん、ご飯に合うな。ご飯ちゃうけど、オートミールやけど。ちょっと大根おろしと一緒に食べてみますね。あー、こぼれるこぼれる。うん、これも最高に美味しい。やっぱり納豆と卵はね、味は合うんですよ。その生だと栄養の成分がどうのこうのって言いますけど、でも生卵と納豆もね、僕好きなんですけどね、味的にはね。栄養価考えないで食べるって言われたらそれでいいかもしれないけどね。もうつべこべ言わずに。うん、最後、おっとっと、残さずに行きたい、残さずに行きたい。うん、乗っけるか、乗っけれた。はい、だ、食べます。うん、お残しは許しまへんて。納豆麺こうしてくれるわ。うん、美味しかった。はい、ごちそうさまでした。美味しかったでございます。これは前に食べたチキンです。食べたというかね、まあ作ったローストチキン、だいぶ残ってるやんと思いますよね。いや、僕定期的に作ってこうやって食べてますからね。あ、タンパク質足りないなと思った時はこうやってね。うまい。では、いかがでしたか。今日は納豆だし巻き卵ということでやっていきました。大葉も入れたのがもう大正解でした。大葉の味が口の中に一気に広がってものすごい美味しく感じましたね。やっぱり納豆と卵の組み合わせが悪いとはいえ、加熱してしまえば問題ないということなので、ああいう食べ方したんですけれどもね。まあその組み合わせ好きなんだけど、そんな悪いって言われたらちょっと食べれないやんって思った方は、ああいうだし巻き卵でもいいですし、まあそもそも卵かけご飯を半熟とかね、温泉卵にして食べるのもいいかもしれないですね。で、白身とか多く使ったのでタンパク質もバッチリ取れてるはずです。ただ僕的にはもう少しタンパク質は欲しいので、こうやって今食べてます。納豆のタンパク質ともう卵のタンパク質で十分だと思うんですけれどもね。では以上となります。それではまた次回お会いしましょう。ではバイバーイ。